こんにちはデモクラシータイムス探査報道最前線、えー、今月もものすごいものをお届けしたいと思います、えー、メンバーはいつも通り中川さんよろしくお願いします編集長渡辺ですよろしくお願いしますそれから辻さんよろしくお願いします そして今日はちょっと自民党の財政とか献金問題を話し合うもんですから山田さんにも来てもらいました。飛びりです。<laughs> ではよろしくお願いいたします。えー、っとですね今日のテーマっていうのはまあよくここまでしっかり調べたもんだっていうふうに皆さん思うと思います。えー、自民党を支えた企業の反省期ということで。 46年にわたる自民党に対する献金をきちんきちんと調査した結果を発表するというものです、えー、皆さんこの,この間ずっと自民党の裏金問題というのが問題になってきました、えー、だけど裏に回っていないもので表に出ているはずなんだけどこれがあまりにも大きくって私たちの目からは視界からはあふれてしまって よく理解できないままでいるというものがあります。えー、これが政治献金、えー、企業の献金とか団体の献金の部分です、えー。今日はその点について話したいと思います。編集長、はい。なんか毎日ほぼ徹夜をしながらみんなで出来上がったものだって聞いてました探査メンバーがね一丸となって、えー、今回のことにまあ取り組んだわけですけれども、まあそれぐらいですねちょっと根性を出そうかというところで。うん えー、まあエネルギーを出した根性を出した理由はですね <laughs> やっぱあってですね、うん、まあ昨今、まあ、裏金問題ずっとね、うん、今松見さん言われましたけども問題になってますけども非常にこう問題が歪償化されてると思うんですよね、うん、でまあ2つの意味で歪償化されてると思っていて1つは裏金の定義ですよね、うん、裏金がまあ確かにねあのパーティー券の話とか カンプ金の話、えー、まあそういうことも当然裏金だし、うん、であれがまあ検察によってね、えー、捜査されると、うん、まあ当然でその捜査が足りてないとか、うん、でそこを追及するのも当然だけどもう裏金って本当にまあそれだけなのかとなった時に実はまだあると、うんえー、それがまあ今回の着眼点で自民党への企業団体献金、うんうん これ皆さん表の金と思ってますけども本当にそうですかと、うん、っていうのはこうよくですね自民党企業団体献金がいくらという話が、えー、報道でもたまに出てくるんですけども、うん、それを見るとね3年分なんですよいつも。んでなんで3年分なのかということを、えー、調べると、まあ、政治資金規正法上ですね保存期限が3年なんですね。そそんな短いのそうそうれで で、総務省に電話したんですよ。うん、まあ、もしかしたらね、ホームページに掲載されてるのは3年かもしれないけども、これね、総務省は持ってるでしょと、当然。うん、って言ったら、いや、廃棄しておりますと。<ー>なんで、廃棄って言って <laughs>、政治資金規正法第何条によりますと、みたいなのをね、こう、読み出すんですよ、電話で。うん、読まなくていいよ、俺読むから、自分で見るから。うん、ないのって言ったら、ないですと。うん、ということを堂々と言うんですよ。だけど、うん 政治資金規正法でこれのね事項構想事項っていうのは違反した場合の構想事項って5年なんですよ。うん,うんじゃあ3年で捨てちゃったらまずいじゃんそうそう要するに、ね、国家的証拠隠滅なわけですよ、うん、だからそれに合わせてその都度3年分はまあ報道があったりとか、うん、当然まあ総務省のホームページあるわけですけども、うん、それ以上調べようと思ったらもないわけ。うん、そこでこれはけしからんということで、まあ、我々がやったのはまあ後でちょっと話をしてもらいますけども。うん 官報をもとにですね、まあ、よく半世紀分、えー、データを入手して、えー、遡ったと。まあ、あの、この間の報道でね、うん、要する、その政治資金の報告書。というものがいろいろ問題になってる。不実、うんうん、記載があるとか、載っけてないとかっていう話がある。うん、それのことですか。そう、あ、要するに、だから、ないの、その報告書自体が。不実記載とかっていうのは、その報告書の中の中身が、これが抜けてるとかっていう話でしょう。うん、そうじゃなくて。 報告書自体が3年しか保存期限がなくて、で、その総務省も提出を受けて、それで、あの、サイトにアップしてるわけですけども、うん、あれがもう3年分しかアップしてないわけですよ。なるほどで。それで、まあ、まだね、アップしてないだけでちゃんと取ってますと。うん、出しますって言うんだったらあれだけど、うん、捨ててるって言うわけですよ、ねな。どういうことだと。うん、いうことで、まあ、調べ始めた。つまり、まあ、問題を相性化してるという、えー、話の、 2つのうち1つがそれ、うん、つまり裏金の定義が狭い、うん、これはもう国家的な証拠隠滅であり裏金であると、うん、でもう1つが何かっていうと結局その今その自民党で裏金問題があって、うん、その安倍派がね当時裏金作ってたとか、うんうん、じゃあ岸田政権はこれにどう対応するのかっていう,う話になってきてですねでいつの間にか最近ではですね政権交代とかっていう話ではなくってその総裁選がどうなのか、うん で、岸田、ね、これをどうやって岸田を下ろすかとか、うんね、他の候補がこんな人、人があんな人がいて、麻生太郎がこんな動きをしてとか、うん、もうそんなことはどうだっていいわけですよ。うん、それは自民党の中の話であって、うん、総裁選で次誰が来ようと、そんなことが問題なんじゃない。そうじゃなくて、自民党という政党が戦後長らく政権の座にあって、うん、今日本はどうなってるのかと、うん、もうぐちゃぐちゃになってるわけですよね。うん、だそこを検証しなくちゃいけないときに、 完全にあっちが用意したステージにみんな報道陣たちも乗っかってですね、うん、いつの間にか政局だけ追ってるわけですよ。うん、でそうじゃなくて探査としては、もうこの今日本が失われた30年とか何とか言ってるけど、失われたんじゃなくて失ったわけですよ。うん、で、この原因は何だったのかということを自民党のと企業団体献金というものを通して、うん、両者の共依存を通して明らかにしていこうというところで、うん 問題設定の仕方がもう岸田政権じゃないんですよ。自民党そのものなんですよね。<laughs> だそこをいう趣旨で、えー、今回まあデータデータベースを完備しまして、うん、でそこをもとに、えー、どんどん分析をして、うんえー、長い長期間のキャンペーンをね、うん、これからやっていこうというふうに思ってます、ね、なるほど。これはなかなか面白くなりそうですが、えー、っと今でも総務省のホームページを見ますと例えばえー、っと去年のね、えー、発表されている。 自民党の政治収支報告書っていうのとかってこういうの出てきているわけですがただこれがポリョッと出ているだけであってこれの意味するところっていうのがよくわからないそれからこれ自体が3年分しかないからもっとずーっと前からどういうふうに自民党はどこからお金を集めてきたのかっていうことを検索するのがすごく難しいとこういう難点があったんですがここへ果敢に切り込みましたってことですかそうですねで もう一つここもごまかしなんですけど、うん、これ自民党の収支報告書ですよねえ党本部の、うん、でこの時に、ま、国民政治協会という団体が出てきますけども、うんま、ここから24億5000万、えー、受け取っているということなんですね。うん、で国民政治協会って何かって言ったら要は自民党の企業団体献金を受け入れる窓口なんです、うん、で政治資金団体なんですね。でそうなってくると 国民政治協会のこのお金の内訳24億5000万、まあこれ20、えー、2022年度のものですよね、うんえー。ではそうだったんだけども、じゃあその内訳がどうなってるかっていうのは、この自民党の収支報告書からわからないわけですよ。だから我々はどうしたかっていうと、<laughs> 国民政治協会の収支報告書を入手して、<ー>そこの中身を見ていく。そうすると、当然トヨタとかですね、まあ経団連傘下の大企業を中心に、うんうん また日本医師会とか、ああいう団体ですね、業界団体ですね、えー。そういう人たちが国民政治協会にどれぐらいのお金を入れてるかっていうのが分かるわけ。だから一つのこうトンネルみたいになってるわけですよ。なるほど。して。なるほどね。これもね、なんかね、本当ね、やることがせこいっていうかね。<laughs> だかちゃんと自民党の収支報告書に載せればいいんですよ。トヨタからいくらどうのこう,うの。うんうん、ただまあ法律上ね、政治資金団体、うん。 っていうのはあるからでそれを通して受け取るっていうのはそこは分かるんだけどもだけどいずれにしてもこの状態だったら完全にこうトンネルみたいなすねだから一般国民の関心としては、えー、大きな企業がたくさん献金をしてその結果何か政策が決まってしまうとかあそういうことは起こってるんじゃないのかなと思ってもその流れが全然分からない。ここかかしっかり見たいなと ここういういとになるんですかね、はいうん、山田さんは昔からこの政治と金の取材はしてらっしゃいますけどうか、ね、いやあの、えー、金融を担当したもんだから、うん、企業の不良債権をいいろろ調べたんですよ、うん、そうすると春日野銀行のいろいろ姿勢が問題になって銀行がどういうところにお金貸してるのかなっていう話をやってるとある時自民党への多額の融資をしてるなっていうのは分かったわけ。 あんまりだけど政治部屋なんかそういうことは問題にしてないんだけどいろいろ拾い出すとですねあの小沢一郎さんが自民党の幹事長があった頃に企業に対して全部割り付けしたとそ,れでそこで割り付けして入金するまでにつなぎの資金として銀行からお金を借りたっていうのが始まりだと言うんだけども大体です多い時はですね120億円ぐらいの金を銀行から借りたわけですよ。 自民党がそうすると我々あ銀行が企業に貸すっていうのは、えー、企業に貸す場合っていうのは企業の審査をしなきゃいけないわけです。うん、担保があるかとか事業がうまく、うん、それ行くとじゃあ、えー、ちょうどその頃全銀票の会長っていうのはですねあの 大地官儀の轟がやったから、読まれた時、そこでちょっと話違うんだけど、なんか自民党にたくさん金貸してるようだねと。うん、あれだけどちゃんと担保取ってんのって言ったら。いや、確かね、あの、自民党会館を担保にいただいてます。あ、自民党会館。だる自民党会館、オンボロだから、あんなそんな評価価値ないですよね。いや、まあだけどそれはね、自民党がいざとなったらそういうふうなもっていうか調べた。そしたら、自民党会館っていうのは、 その土地が参議院の土地になってて、国有地の上に立ってて、じゃあ建物だけだったら、ほとんど価値ないでしょう、うんうん、みたいな。<laughs> それで、あの、えー、ちゃんと投票を見たら、あ、こんなんついてますよ、無理ですよ。だって国有地だから担保になるわけないでしょう。で、今度、えー、また、あの、前銀長会長のところに行ってですね、おかしいじゃないですか。いや、 それはね、いつでも、その、それを担保に入れるという約束になってるんだと。うん、だから、実質的には、あの、よくあるんですよと。担保に入れなくても、いざとなったらこれを売りますからっていう形にすればやってんだっていうのも、結局だけど、いざというときじゃ自民党売れ、お会館売れんのかあったら、そんなことはないわけでね。うん、で、それでおかしいなっていうんで、散々パラ、えー、銀行の記者会見でいつもこの問題を聞いてるうちに、 金融庁もですねちょっとこれまずいなというんで行政指導が始まってそれで、えーまあ、簡単に言えば担保も取ってないしかも、えー、事業をやってるわけじゃないから将来回収の見通しもない回収のしかも政権から滑り落ちてなくなっちゃうかもわかんないところに、うん、その巨額の金出してるっていうのは企業融資っていうか危ない不動産融資者なんかのもさらに危ないでしょうって。まあ えー、まあいやそれはだけどいろいろ事情があってたぶんニャ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 言ってるんだけどそれが問題になったのはですね2004年とか5年の頃だったんだけども結局2022年までかかってちょっとずつ返したと。でその時分かったのはあ自民党っていうのはね確かに権力があっていろんな形で金を取るんだけども。 企業だってさ、いくらでも出せるわけじゃないでしょ。そうすると足らない分はやっぱり銀行から借りなきゃなわけですよ。銀行から借りたらそれは不良、あの、まあ、問題融資になるわけで。それで出てきたのが、政党助成金なんですよ。政党助成金が入って返済ができるようになるっていうね。な,なんだよ。国民の税金でさ、自分たちの不良債権をね、この資産を返すのか。おかしな話なんだけど、でも結局、 自民党っていうのは誰がお金を出すすんですかやっぱりだってねこの「デモクラシー・タイムズ」は皆さんの寄付で成り立ってる、うん、自民党皆さんの寄付っだって自民党がいいからって個人の人たちあんまり金出したら聞いたことないよね。よね <laughs> とだ誰が出すのかって言ったら結局企業なんですよ。企、うん、企業がだから企業が献金は その、あの、例のね、政治と金の話でも、企業献金、企業献金でなるわけだけど、取り合わないでしょいつの間にかこっちに置かれてるわけですよ。企業献金に本当にメスが入ったら、自民党倒産する恐れがるなるほど。というので、皆様、じゃあ、その企業献金っていうのに、どのぐらい自民党が寄りかかっているか、ということが、これからはっきりするんですが、えー、まず少し長いスパンで見ると、46? 年の間に2000億円ぐらいあの業界っていいんですかね企業と団体から自民党にはお金が流れていますえ46年長いなっていうふうに思われるかもしれませんがたくさんやっているところはたくさんやっていると最近たくさんになったところもあるとこういうことでここを眺めることによってその自民党の政策決定に。 何かしら影影響響がが企業の影響が及んでいいいいるるんんじじゃゃななかかというととうころも見えてくるんじゃないかと思われますで、えー、その徹夜徹夜に次ぐ徹夜頑張ってやった成果のまず1ページ目ですがじゃあ,あのまずこのデータどういうふうに作ったかっていうのを少しご説明させていただくんですけど、はいうん、さっき言ったようにその元のデータは3年分しか取ってないというところで漢方を見て全部のデータを取りました。うん ただ漢方ももちろん毎年あのこう縦に表示されてどんここの企業がいくらいくらっていうのを46年分集めたというものなので結構表記とかがバラバラなんですよ。<ー> あの会社名ももちろん社名変更をすることもあるし合併することもあるし、うん、あと細かいんですけどデータで処理するときにちょっとでも表記とかが違うと一緒にこう自動的にできないので人の目でチェックしなきゃいけないというデータが16万件ぐらいありました全てそれもあの完全に同じ表記のものはこうくっつけた上で16万件あったのでこう精査しなきゃいけないものは全体としてはそれぐらい。 え、ということは今言ってるのは例えば三菱 UFJ フィナンシャルグループっていうところが実は総額としては一番たくさん出してるんだけどこれはいろんな銀行が合併してえさらにこう事業会社こうなんていうかしら会社の組織も変えた結果フィナンシャルグループっていう形になってるわけですからはい。ついさんたちはそれを過去46年前の別々の銀行のところから ずっっっとと追かかけててきたってこでですすそうなんですやっぱり一<ー>社ごとに出すと長期の影響っていうのがどうしても目減りしてしまうというところを考えてやっぱり合併したとことかあと連結子会社、うん、どちらも最新の有価証券報告書をベースにして、うん、それに載ってるものは含めていくっていうふうな作業をして。 集めた結果を、こう、今回データで公開してます。そう,かそうそう、九番目のパナソニックホールディングス。なんていうのは、今ホールディングスですけど。こう、その下にいっぱいぶら下がっているわけですよね、会社が。そ,うですね、それを全部合計して。これだけっていうことですね。はい。はい、やっぱり、あの、いろんな会社がその都度出してたりとかするので。あの、例えば。 トヨタ自動車なんとか支店とか、うん、あなんとか支社ですね、うん、とかっていうふうな分けた出し方もしていたので、うん、そういうものも全部合わせてますなるほどこれが11時から20位まで、はい、21位から30位まで30位から40位どこまで50位までありますね このろ作で今のところここ出してるのは50位までですけれどもこれをこう並べてみることによって分かったことってどんなことがあるんですかやっぱり傾向があのいくつかあってやっぱり一つは銀行がすごく多いですね、うん、特に上位はもうほとんど銀行、うん、で、あとは意外だなと思ったのは地方銀行もかなり上にランクインしていて京都銀行とか滋賀銀行とかっていうところも入ってました、うん あとはやっぱ自動車産業とか鉄鋼業とかっていう、うん、まあどちらかというとこうあのいろんな規制とかの緩和に向けて、えー、アク何かしらアプローチする必要があるような会社が多いんじゃないかなとか制約もそうですねでもさ今の話聞いてるとね、うん、岸田さんが総裁選に出た時に1億円の壁ってねこれを何とか崩すんだとだから金融所得に対して風を強化するとこれでもって。 あの平等を図るんだって言ったじゃないですか。うん、あ、それはそうだよねと、財務省のホームページ見ても一丁目一丁目に。一億円の壁が出てるんだから、それは当たり前でしょうと、言ったんだけど、本当にできるかなと思ったんだけど。こんなさ、銀行が上位ずらずら並んでる時に、金融課税なんて絶対できないですよね。だから、これ見ると、<laughs> あ,あ、そうだよと、うん、まあ、だから、確かに、岸、えー、田さんは、あの、言ったって、総裁に。 本当に総裁になって主張になっちゃったら、なしなしって話になるな。そ、ね、これ見りゃ一目瞭然だよな。あの、ね、1億円の壁っていうのは、あの、皆さん覚えていらっしゃるでしょうかあんなに言われてたのに、今やシーンとしていますけれども、あの、日本の税制でいうと、普通に働いて税金を納めている人は、あの、どんどん、こう、所得税のパーセンテージが上がっていくんですね。上がっていきますよね。 なんだけど、1億年ぐらいの収入になるくらいの人からは、そういうのじゃなくて、株式を持っていたり、投資信託していたり、いろいろ、あの、金融資産を持っているということになって、ご存知の通り、金融資産、株とかの利益については、分離課税ということが行われて、どんなに高くなっても20%の 範囲内でしか課税されないというふうになってるわけです。そうすると一方で一生懸命働いてお給料をもらってるとそれについては50%近く取られちゃうのにそれ,それを節税できるっていう形になるんですよね。だから財産がある人の方が全体を見ると持っている財産に比べて税金の負担が小さいっていうのが金がね問題になってました。うん、だからなんとかして金融資産についても課税をきちんとして えー、みんな一緒に税金を負担するようにしようというのが1億円の壁の解消の話だったんですがです分離課税なんてやめてね総合課税にすりゃいいじゃないって極めてシンプルな話なんだけどこんな当たり前のことが日本にできない <laughs> う<ん>どうしてってでもこれ見たらあっそうかっていう話ですよね。 とということは何公的資金って私たちの税金を不良債権処理のために破綻しかけた銀行にどんどん入れてあげて、うん、でそこが立ち直っていって儲かる過程で私たちにではなく自民党に献金がいってい,くういうまあ要はね、うん、これ経団連で会長を輩出した企業をはじめですね えーまあ、重要な役割を経団連の中でになっている企業の献金額がやっぱり多いということですねだから日本イコール自民党イコール経団連という、まあ、そういうい構図ですよねこれトヨタなんていうのはどうなんですかこれはまあ、えー、今回1977年分から取ってるんですけども、まあ、ご覧頂い,いてわかるように、えー、絶え間なくですね献金をまあ続けてるわけですね。うん なるほどでまあ先ほどは銀行の場合は合併した社もあるんで、えー、金額が大きくなってますけどもトヨタの場合は、えー、そうじゃなくてだからああいう銀行のような大合併をしたところ以外では、うん、トヨタがトップなんですね。なるほどでまあ当然、えー、トヨタも経団連の会長を輩出してますし、うん、でここで、えー、見ていただきたいのは例えば民主党が政権を取った時。うん 2009年取でまあ何年か、えーまあ、震災挟んでですね民主党やってたわけですけども、うん、まあその間にもですね、えー、自民党にちゃんと献金してるとなるほどだからもう忠誠を尽、ね、<laughs> だからいかにですねもう経団連傘下の企業にとって政党とはその支援するべき政党とは自民党なんですよ。 まああのー、多くの国民が支持している政党だからそこの活動のために私たちもお金も出しましょうというのであれば政権交代が起こったら自民党に献金がすごい下がって、うん、え民主党に献金がすごく上がるってふうになると思うんですがそういういいこことは起こらな細川連立政権の初めて、ね、自民党がゲアした時が1993年ですよね、うんで。その時もやっぱり献金してますよねなるほど、うん でトヨタ自動車は出てきますけどねトヨタ自動車の社長会長をやって経産連会長をやった奥田博さんね、うん、この人の時にあの今までやめてたあの企業献金を復活したわけですよだからこれはねトヨタ自動車っていうのはお金をたくさん献金するだけじゃなくてそういうシステムをガチャッとこうねあの作るそういう意味での功労者、うん、トヨタには まあ、恩があるわけでね自民党がうう渡辺さんにちょっと流れを作っていただいたんですけど政治資金規正法っていうのは、まあ、古くはねあのもう戦後すぐの義国事件とかね、うんえー、ところから始まってるんですけども一番こう転換となるポイントっていうのはまず1974年にですね近県、まあ、選挙。うん えー、これ参議院選挙を行われて自民党はこの時かなり、えー、劣勢だったとでその時に、まあ、8党七落ってことを言われたんですねつまり8億円使えば当選して7億円だと落選するというような話で,でこれはもう田中角栄、えー、が総理総裁の時ですけども近県、まあ、選挙ということで、まあ、田中金脈の追及 っていうのはですね、うん、まあ橘隆さんが「あの文藝春秋」でありましたけども、うん、まあそれが1七7 4年ですよね、うん、でところが、まあ、その田中さんは「金脈問題で」で、えー、退陣すると、はい、すでそこに出てきたのが三木さん、はいえー、クリーン三木というので、ね、でこの人は <laughs> なかなかこう彼の,この政治の経歴を見てると面白くてですね戦前もですねあのアメリカとの戦争に反対するとか、うん、割と面白いですね。で あの戦後はえ共同民主党といって共同組合を通じて政治をやっていこうというようなおよそこう自民党の政治家とは思えないような <laughs> <laughs> まあそういう経歴の持ち主でまあ彼がまあクリーンミキということでえ田中角栄さんのあとにこう出てきたわけですけどもで彼はその総理になる直前にですね中央討論でもう企業研究は禁止するべきだっていう論文を発表するわけですよ。ところが まあ、首相に就任して、うん、すぐどん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 トーンダウンしていくんですよね。<ー>で結局、まあ、あの政治資金規正法を改正したんですけども、まあ、企業献金禁止というところまではいかなかったとそれどころか、えー、ロッキード事件が1976年に起きた時は、うんまあ、ロッキード事件の、えー、徹底解明ということを旗印にですね、えー、三木首相が言ったところそ、えー、の田中派あの 周辺から見下ろしというのは起きてで、で、えー、まあついえてしまうと。だからここで何が言いたいかって言ったら、要は企業献金を禁止しようっていうのは実はもう1974年の時点で自民党の総理総裁が言ってたということなんですよ、うん。だけどもそれをこうぶっ潰していくというんですね。で、1988年にはリクルート事件が起き、で、でもこの時もえやり過ごして。 企業献金を禁止するとというようよなとこまで行かないでやっと動いたのは1993年この時は金丸さん元副総裁のですね脱税事件があったり、うん、ゼネコン汚職があったりで、まあ、自民党が初めてギアするんですね。で細川連立,、ね、連立内閣が誕生しで翌年に、まあ、今のですね政治資金規正法のまあ骨格ともいえる、うん、政党への企業 政治家個人への企業団体献金は禁止しますと、うん、でただ一方で政党への企業団体献金というのはこれは、えー、残ったと、うん、でこれに関しては5年後に見直ししますという不足がつけられたんですね、うん、ところが結局、まあ、この政権もですねあまり続かず自民党がまた、えー、政権を奪取してですね、うん、で1999書いてないですけど99年 5年後の見直しの時には当時小渕政権ですけども企業団体献,身は献金は続けますと政党への、うんうん、ということになったとこれで次の転機は、えー、先ほど山田さんが言われていた奥田経団連ですね、うん、トヨタの会長の奥田博さんがですね会長の時にここはもう露骨だったんですね、えー、この頃になってくると逆に財界がこう焦り出す もっと俺たちのためにいろんなことやってくんないとこれもうえ生き残っていけないとだからもう今思えばこの辺ぐらいから日本の企業の競争力がもう落ちてきてる時ですよねだんだん弱くなってくるでそういう中で逆にこう乗り出していったと経団連の側がでこれが露骨だったのが政策評価を導入しますとつまり政党の通信簿をこれは俺たちがつけると財界がでここに書いてありますけども プラン・ドゥシー,サポートと。あのー、まあこれはその当時の奥田経団連の時のですね、うん、えまあ評議委員会の副議長の第一生命保険の桜井さんという方が、うん、え言われていたことで、うん、経済団体が初めて一種のマニフェストを出すと、うん、つまり経団連としてこういうことをやってくれというマニフェストを出すわけですね。でその通りやってくれるかどうかをきちっと見てそれを評価しますと言ってるわけですから。 我々も言いっぱなし聞きっぱなしというわけにはいかないプラン、ドゥ、シー、サポートという繰り返しをやると、うん、つまり金も出すけど口も出すと口、うん、あのちゃんと俺の言う通りにやらないと金も出さなくするぞとか,かなりこの奥田経団の時にこう踏み込んだわけですよね、うん、これって大垣井の政策買収ですね買収ですよね、うん、そうですよね、うん、で、だってそのそれまではさ その経団連は、まあ、企業献金はあるけどね、経団連が取りまとめはしませんよっていうことでやってきたわけですよ。自民党がおかしなことばっかやってるから、えー、東京電力の平岩さんあたりから、もうそれは、あの、まあ、企業献金は禁止とは言わないけど、経団連が取りまとめることはやらない、うん、で、うん、そうしたのが、うん、奥田さんだったら俺たちが取りまとめると、うん、そういう意味はここにあるような、ちゃんと通信簿を見て判断するぞ。 完全な政策買すよね。まあじゃあこの2004年っていうのが自民党と経団連の関係では結構大きな転機になったということそうかうね次のちょっと実際の通信簿を見ていただきたいんですけどこれがねなかなかシュールなんですよね。 10項目あってですね。で、これを、えー、5段階評価してるんですね。A から E まで。本当に通信簿だね。で、これ自民党の,あの <laughs>、まあ、通信簿で、まあ、ガッチ度。ガッチ度っていうのは、経団連がやってほしいこと。うん、えっと、どれぐらいガッチ度、あの、一致してるか。で、取り組みっていうのは、まあ、これは、それに対してどれぐらい取り,ん取り組んでいるかと。で、実績っていうのは、ここは、 今第一次評価で初めて導入した時なんで、うん、まだないですけどもこの後実績というのも加わってきます、ね、でここでもう分かりやすいんですよ例えばね、五番にエネルギー戦略の確立と産業界の自主的取り組みを重視した環境政策の推進というところで自民党の政策をまあ合致度としては A 取り組みは B とあるんですね、うん でそこで何と書かれているかというと「政権公約では原子力への信頼回復と環境と経済の両立等を示し方向が一致と」とつまり原発ちゃんととやるということとを自民党言ってるねとだから評価します、まあ、この2004年という時はまだ原発事故が起きる前ですけどもいろいろなです、ね、あの事故とか不祥事がありましたから、まあ、それに対してのことをまあ言ってるんだと思うんですけども。 一方で民主党はどうかとこの A とか B とかこのこの漢字見といてほしいんですけど、<laughs> <laughs> 本当に出来の悪い政党になっちゃったんですなんかこれがもうあの露骨ですよね。で露骨で D D D がいますね。D が初めて出すごいですね。これが5番さっき言っていたその原子力の関係だと5番がもう落第点になってます。D のなんで書いてあるかっていうと。 えー、政権公約では基幹エネルギーとしての原子力の位置づけが不名誉であ,るありまた環境税の導入を主張というふうに、えー、言ってるわけですね、うん、だからその原発をやらないんだなと、うん、だったらあのいい点数を上げられませんということを言ってるわけですね。まあもう,もう一つは注目としては7番目の、うん、これはまあ労働政策ですよね,すね基本的にはね。 あの失業者への、手当の拡充など、を総してコストアップにつながる政策が多いというところが否定的評価の原因と。いうことですから、うん、まあ。まあ、なんていうか、すごくわかりやすいな。露骨なんですよね。うん、なんて言ったらいいのかな、でもこれは本当に今につながる。うん、政策誘導ですよ、ね。そうそう。だから、これはね、うん、で、今回もなぜこれをやろうかってなった時。やっぱ、われわ普段から、こう取材してて。うん 必ずぶち当たるのが大企業に対するその政府の弱腰というか甘さ、うんうん、であま,りにもこうあまりにも許しすぎいろんなこと、うん、というところがあのすごくね例えばこの、まあ、中川さんなんかはずっとね公害の PFOA の件で、うん、まあ代金を追求してるわけですけどもやっぱそこでいろいろ企業と政府って癒着してるんじゃないかというような、うん。うん ことにまあぶち当たるということがあって、うん、もうこの辺のところはちょっと彼女から、うん、そうですね「うん、デモクラシー・タイムスでも郊外 p フ o r を23年前から、うんはい、やってきてますけどもうどれだけし地元の市民団体が動こうが地元の市議団が代金に視察にも入って要望書出したりしても代金はもうなん,なんちゃない、うん、もう逃げおおせると。うん、で実際代金も、えー、探査が今回出した。 1> 1億円えー、50約50年で1億円超えの企業の中に入ってるんですよ。うん、位で1億 5, 1万円で、まあ、私たちからしたら1億円ってすごいですけど <laughs> 代金からしたらした金ですよね <laughs> 年間1,000万にも満たないので、うん、ただ代金ってこう裏で献金して自民党に。で例えばたった5年間で防衛省とか。 経産省とかそういうところからいろんな仕事を発注してもらっていて、うん、たった5年で460億円あるんですよこれも探査が作った別のデータベースで判明しているんですけどもうそういうふうにお金と政策をじゅんぐりじゅんぐり回してで市民に被害を与えている公害を引き起こしてもまあ知らんぷりと、うん、もうこういう構造が全国つつ裏裏、うん、もう出来上がってしまっているなっていうのを取材現場で感じますなるほどね まあでも本当にそう,、うん、そういう形で見ていこうとするといいろろありますよねでも本当この雇用政策なんてさ、うん、その後非正規労働者がバッと出てきた走りじゃないですか結局こういうところからそのだって今今日日本が一番,一番こう困ってるのは消費も盛り上がらないし賃金も盛り上がらないそれは何かっていうと40%も非正規労働を作っちゃったわけでね。うん これ大変な、やっぱり日本の、まあ、政策失敗だと思うんだけど。うん、それは、源流はここにあるわけだよね。そうね、そう、そういうふうに考えると。まあ、これは何、国内におけるアンケージレポートみたいなもんですかね。そうです。うん。<laughs> まあ、そう、こういう形になってきて、えっ、ー、と、長く見ていくと。あ、そうだったんだってことは、こんなふうによくわかります。で、えー。 あれですよね山田さんさなんか企業が献金をするのが当たり前みたいに今なってるじゃないですか、うん、でもそ,れそ,でその企業の企,企業って別にどこの政党を支持するとかっていうものではそういう活動をするものではないわけですよね本来でその献金の原資になっているものも例えば消費者を相手にしている流通だとかね物販なんか,だ,かだったら私たちが払ったもの の積み重ねの中からなぜか自民党にバンといくっていうことになりますしこれっていつからこの誰も文句を言わなくなったんですかうんというかあの何ていうかなそれはたどっていけば戦後の造船義国とか、うん、そういうね田中金脈やなんかあるんだけど基本的に言えばね あの今,今の世の中もそうだけどやたら優越的地位の乱用ってあるじゃないですか、うん、立場が強い人が弱い人に対してこうひどい措置をとるでも明らかにこの大企業っていうのはお金もあるし影響力もあるこれが自民党に対してお金を払うことによって自民党がそちらを向いて仕事をするっていうじゃあそれを中小企業ができるかって言ったらできないですよね、うん、であのこれは昔から言われてるんだけど企業は誰のものっってまあ 別に経営者のものでもないし、従業員のものでもないし、株主のものでもないし、誰もわかんないねと。だけど、少なくともみんなの利益から考えてむ、無駄な金を使っているとしたら、そんな、その寄付っていうのは、真然におかしいじゃないと。効果がないんだ。でも、効果、出した金が効果があるんだったら、これは買収だよねと。だから、買収なのか、それとも、要するに株主っていうか、企業利益に反しているか、どっち転んだって、 あの企業献金ってのはおかしいよねってのは、うん、みんな分かってるわけですよ、うん、分かっていてもそう言ったっていうのも,もらわなきゃ俺たちに金がないんだからって政党が自分たちの,その仕事を正当化するためにこれを認めてるわけでみんなそんなこと言ったしょうがないななんて半分諦めみたいになってる今度だってそうじゃないですか企業献金が一番問題なのにいつの間にかその企業献金があの 野党共,共通の話からなんかもう怒っちゃってさ維新,維新とか、まあ、公明党が丸呑みしてくれたっても企業献金っていう、ねね、でもこのねあの作ってくださったこの歴史を見てもまあ古典的にはやっぱり企業団体がごそっとたくさん献金するっていうのはおかしいんじゃないのって えそれは民主主義国家としてどうなのよっていう雰囲気がどっかまではあったわけですよね。で,で、えー、っと前に山田さんが作ってくれた歴史からするとあのあるところからはじゃあもう献金と特定の企業からお金をもらったり団体からお金をもらって政策に圧力がかかったりするっていうのはやめにしてその政党助成金というところで,こううでみんなの税金からみんなに分配するって 各政党に分配するっていう形で透明化しましょうっていう話も出るようになってるわけですよね。で,、うん、でこれがなんでなんていうかしらグズグズになってしまって今や助成金も自民党は助成金ももらうし献金ももらうしなんか最初の話からすると 全然逆に二重取りになってるって。ね、なんでこうなっちゃうんですかいや、だから、政権握れば勝手なことできるってことですよね。そういうことそう、だからそれを許してるのはおかしいんだけど、<laughs> うん、少なくとも政党助成金っていうのは、あまりにも、あの、要するに自民党が企業にたかってて、うん、それでもって事件がしょっちゅう出る。まあ、こんなの嫌だよね、と。だって政治に金がかかるんだったら、その分ぐらい税金で出してやろうよ、と。それから君らちゃんと透めにやれよ、と、ね。もらった だから企業献金をもらうぞさらにパーティー券ももらってやるだからどんどんこう欲が深くなってるそれはあのお金はたくさんあればある,あるほどいいんだけど本当にそれがいいように使われてるのかって言ったらよく見るといろんな形でね結局そのお金っていうのは自分の住宅ローン返したりさ、うん、なんかそういう個人の蓄財に使っちゃったりしてるわけでしょだからこれがやっぱりおかしいんでもう一回今度やっぱり。 本当に企業献金が必要になるかっていうところのキャンペーンをやんなきゃいけないんでそういう意味でこの探査がですねデータベースを作ってくれたっていうんで,うで、ね、非常に分かりやすいんですよ。こ<れ>どこの企業がどれだけ出してるのかっていうのは可視化したわけだからね。この1988年のリクルート事件とか佐川急便とか金,金丸さんの闇献金とか、まあ、大騒ぎになった後に有識者会議というのができてこの提言が行われました。皆さんこれ今見ても そうだよねって、今同じこと言ってんじゃないのっていう状態のことですよね。で、あの、これに、まあ、基づいてといいますか、政治家の方も、衆議院も参議院も、政治倫理,理考領というのを議決したはずなんです。で、これも今読むと、なんでそうだよねって思うようなことが書いてあるのに、結局、ぐるっと回って、さらに、 大きなブラックボックスの中にお金の問題が放り込まれてしまっているっていうのはこれはどうしたらいいんでしょうってやっぱり詰め切れてないわけですよね今度のね、うん、その政治金規正法改正だってさ、うん、えでいつまでにどうするんだ何をどうやって公開するのかっていう材木をちゃんと決めなきゃいけないんだけど、うん、それはまあ追って検討追って検討、まあ、これもそうですよ5年後検討、うん、それで検討っていうことはもうやらないよ先送りするよふにするよ だ本当はここでギシッとつかまなきゃいけないんだけどそれを掴みきれてないもんだから、うん、結局逃、まあ、げるが勝ちだみたいな話になってそれはメディアもきちんと追ってないしだから探査みたいなところが今出てきてるわけですよ。そうだよね、うん、というところで、えー、っと今日は頭出しですすすものすごく作ったデーータベースがありますこれを活用してさらにその個別に深く取り組んでいきたいというふうに、うん 渡辺さんたち考えてらっしゃるであとにかくここからで、うん、結局、えー、いろんな自分たちの,その生活に関わることから、うん、まあ防衛産業に至るまでなんでこんなことになってるのかというところをやっぱりこう時系列で過去からこう振り返っていって、ね、この時にこれがあったよねあれがあったよねと、うん、どうしてもやっぱみんな皆さんこう目の前の起きている、うん、ああ特捜部が。 どこまでやるんだとか <laughs> そんな話ばっかりしてるわけですよ、うん、それはそれでやったらいいけどそうじゃなくてちょっとこう過去の経緯から見ていって今この政策なぜ非正規はこんだけ増えているのか、うん、なぜ東日本大震災のあれだけの事故を起こしながら原発をまた新設しようとか言ってるのかなんで防衛費がこんだけ倍近くなって、うんえね、で増税まで言われてるのか、うん、で法人税は下げるけど消費税は たあげようだから全てもう仕組まれてるわけですよその構図の中に。要するに一人一人の国民は、うん、あの献金をしても、まま、すごく超額であるから、うんえー、自民党は相手にしないっていう声すごい分かりやすい、うん、<laughs> ことになってな要するに金を持っている人の方を向くこれ見ていただくと,、えー、っと22位竹中でしょお25位大勢、うんえー、それから30位が清水。 ですよねえー、33位鹿島、えー、37位大林ってもうゼネコンみんな入ってるこういうところは潤沢にこのお金を自民党に流しかつお仕事も回ってくるこういうふうになってるそうだからねこういうのは受注産業でしょ、うん、公共事業と結び、うん、あとは例えば銀行みたいな規制産業なんですよ、うん、どういうふうにルールを作るかでもって儲けが違ってくる。 それと、あと自動車みたいなのもそうですよね。うん、だとこれ補助金やなんか EV 開発で税金やるよとか。うん、そ,そういうね、全部国の権限と財政、補助金、そういうものと結びついて、うん、ちょっぴり出すとドーンと見返りが返ってくるっていうね、<laughs> すごく大きな話を彼らやってるわけですよね。だけどね、ねさっきの本当僕は驚いたけど、3年しかね、政治資金報告書が保管されてない。 これ大問題じゃないですかなんで今回の政治資金規正法で少なくとも公表をですね3年をあのもう永遠にする少なくとも表に出さなくてもいざきゃそのデータが出てくるって仕組みこれはだからね納税者として当たり前の要,要求しなきゃいけないですよねそれが今度の国会で何も出てこなかったっていうのはひどいっていうかひどすぎますよちょっと。というので地道な努力でこう。 硬かったと思われていた。このなんていう硬い岩盤の何かが動き出すということはあるんじゃないかなというふうに思います。えー、まあ、その一歩としてこれはあれですか？皆さんにも活用していただけるんですか？この記事を読んで、タンさんのサイトでは1億越えの企業248社の全リストをまずは出してます。で、今後も続報でいろんな業界、うん、団体別だったり。あと企業だけじゃなくて団体医師会とか。 そういうところのリストも出していく予定です。まあ、これ。ぜひとも、その、もう一回節目のところで、お話しいただきたいと思いますが。実は医師会というのもすごいんです。もう驚くほどすごいことになっているので、このお話もしていただきたいと思います。でも、これはね。やっぱり研究者とか、ジャーナリズムとかっていう、そういう。要するに、あの、そういう企業とかの財務とか、政治を勉強していく人にとっては。 このデータベースってすごく大事なものになると思うね、うん、ということで今後もご期待いただきたいと思います、えー、今日は特集と言いますか中心的テーマとしてはこの自民を支えた企業の反省期ということでえ企業献金それから団体献金の話をしました少しだけあの続報のご報告をしたいと思いますまずあの辻さんが担当しておられる う性的画像の闇ですけれども、NHK のおスペシャルも放送となりました。どうですか反響は？やっぱりあの今まで全くリーチしてなかった方もこの問題あこんなことが起きてるんだっていうふうに気づいてあの、うん、非常に驚きが驚きの声があの届いてます。で取材の方も。 あのえこれ毎週何曜日でしたっけ毎週木曜日にあの記事を出していて、うん、今は「アルバムコレクション」というあのアプリですね、うん、性的な画像がまあ大量に取引されていたアプリの運営者をずっと追ってきたんですけれども、うん、まあついにあのハワイにまで行ってですね、えー、一応こう看板としてその「アルバムコレクション」というアプリを持っていた人たちが実はあのどういうふうに運営してて、まあ、どことつながってたのかっていうところも現地で,、うん現地で 取材ししててきた結果を今出していますでもさこんなね小さいって言っちゃ申し訳ないけど <laughs> タルサーがやってるところの話をね公共放送を引っ張り込んだわけだからやっぱりそういうふうなねなんていうかあの質が伴ったことをやるとそれがやっぱり世の中大きな化学反応が起きてくるって非常に分かりやすい事例ですねこれはね,ね今度のね。で フファスのでですす、はい、そうですね今2つの軸で動いてて、はいうん、1>, 1つが岡山県吉備中央町こちらはあの水道水から高濃度の p 4が出ていて、うん、えっと住民も p 4入り水道水を飲んでたと、うん、血液からも高濃度が出ているこれも毎週火曜日に連載してますでもう一つが大阪のケースで6月末にダイキンの株主総会が開かれたんですけれどもそこはメディアの立ち入り禁止だったんでの おかしい話なんですよね。最近<ん><ん>はもう都合が悪いと、みんななんか拒絶されるね、取材をね。ただまあ、探査は音声記録をまるまるニュしまして。<ー>で初めて、あのここ数年で初めて、うん、あのピーフォア汚染の質問が株主からいくつも出ました。でそれについて、あの報じたので、探査の記事と、あとまたデモクラシータイムスでも詳しくお伝えできればと思います。うん、まあ、あの、この問題に関しては、その。 探査が本当に最初のところ始めてるんだけれども結構いろんな地元の放送局とか地元市みたいなところが自分の地域の中の汚染について報道するようになってきましたし住民の人たちの関心も強まっているのでまあだんだんこう興味深く影響が拡大してきたなっていうふうに思います。本当にお疲れ様ですけど 頑張ってやってくださいはい。ということでいつものことながらあの皆様の寄付によって、えー、成り立っております、えー、探査なんか本当にあちこち行かなきゃいけないしということもありますのでぜひ応援したいという方はあご寄付の方をよろしくお願いいたします,しします今月もどうもお疲れ様でしたありがとうございました